演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、ファミリーマートで買ってきたパン3種類でございます。こちら、スイーツモンスターの新作のバキッと食感の板チョコのクッキーサンド、ティラミスドラ。ちょっとやない予感しかしない状態になってますね。いちごの杏仁豆腐、これ甘酸っぱくて美味しそうですね。それではまずはこのパキッと食感から食べていきましょう。溶けると嫌ですしね。はい、ではこんな感じになってます。もう断面見えてますね。ちょっとずらしてるのがサクサクはないな。動かない。ではいただきます。こういうのを待ってたんだよね。でもちょっと物足りない部分もあるな。これは今回のモンスターはいまいちかもな。で、ティラミスドラはやっぱり屋根が当たっちゃってる。でも味はいい。そしていちご杏仁豆腐はもう一つあったの忘れていました。失礼ですね。こちらぎっしりマンツチョコミントクッキーサンド。ぎっしりマンツチョコミント大変食べたことあって、で、こっちこのフラってものになことあるんですよね。で、さらにクッキーサンドにまでなったということですね。では何か変わったのかな。中身はこんな感じになってます。これ多分しっかりカバーしてあげないとね。ではいただきます。完全に忘れてた。うわー、やらかしたな。というわけでお詫びとして別枠でしっかり紹介しますね。まずこのパキッと食感の板チョコクッキーサンドはパキッとしてるかなというのを見せました。どちらかというとしっかり歯が入ってしまったので食感はあまり味わえない。中のクリームは美味しかったのですが、ちょっと名前負けしてる感じがありましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。そして、こちらのティラミスドラ。こちらは口に入れた瞬間にティラミスなど独特なほろ苦い甘さが口の中に広がってきて、甘いのか苦いのかどっちだよって話ですが、それがドラ焼きの生地でよく合っていましたね。ただ、以前にも何度か食べたこのパターンのドラ焼きがあるんですが、やっぱりこれドラ焼きなのかなと思う部分もちょっとありながらですが、その点を差し入れ考えても本当に美味しかったので、これはお勧めできますね。というわけで、こちらも点数とさせていただきます。そして、次に食べたい、この日。その真っ赤ないちご杏仁豆腐。これはどちらかというと見た目から想像できる味ですね。上の方にあるいちごの甘酸っぱさと下の方にある杏仁豆腐はシンプルながら、とっても相性抜群の組み合わせで、いちごの酸味、杏仁豆腐のミルク感が見事に味わ合わさって、とっても美味しかったです。ただ、想像できる範囲といえば範囲なので、こちらも点数とさせていただきます。そしてちょっと、申し訳ないことに忘れていた、このぎっしりマンドトムクッキーサンドは、中のチョコレートのミントアイスは爽快感もあって、チョコチップの食感も楽しめて美味しかったんですが、クッキーの存在感がもう一つなかったんです。しっとりしているのですが、ちょっと、いないよりはいた方がいい程度だったので、別になくてもと思う部分はでした。なので、どちらかアイスを楽しみたい人向けですね。クッキーの食感がもうちょっとあれば、クッキーとアイス両方楽しみたい人にお勧めできたのですが、そこはちょっと残念ですので、こちらの点数とさせていただきます。さて、ファミリーマートの商品いろいろ食べてみました。こういうのがいろいろ出てきますね。それでは。ホタル消え、朝が来るのや日が昇っても。ホタルが消えた時、朝日は昇ってるのでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。